フォード FTB またはフォード TFC20 年式走行車はポーランドで初めて設計、生産された走行車である。有名な T 型フォードをベース車体とし再生品の走行版を使用した簡易走行車だが、この時代のものとしては成功作と言えた。1920年、ポーランドソビエト戦争中の切実な需要に基づき、 タデウシュ・タンスキ技師によって設計された。1919年、ポーランド・ソビエト戦争の勃発後、ポーランド軍は装備不足の問題にさらされていた。特に装甲車両は不足しており、フランスで編成された、いわゆる、青軍は、多数のルノー FT-17 軽戦車を持っていた。ものの、その他の部隊には、自前の装甲車両がなく、 過労死じて持っていたオースチン・プチロフ走行車などの赤軍からの路角車両も1920年に入ってからの赤軍の代行政治にほとんど失われてしまった。フォード FTB そこで軍事省が設立した CWS 社で働くフランス帰りの技術者、著名な発明家でもあったタデウシュ・タンスキの発案により急遽開発されたのがこの走行車である。 ベースとなったのは当時最もポピュラーな乗用車であったフォード T 型でこれは CWS で組み立ても行われていた走行車化にあたって車台とサスペンションは大幅に強化され燃料タンクは位置が変更されたクランクは車内から始動するために延長され軽気版がも変更された走行版はもともと対戦中にドイツ軍が 残豪の防弾板として使用した後半から切り出したもので、これが車台にボルト止めされた。武装は機銃が一丁で回転砲塔に搭載された。原型は2週間をかけずにワルシャワのゲルラフプルスト製作所で製作され、一連の試験を経て生産に移された。最初の2両の FTB は1920年6月。 はじめに前線に送られた。その後も車両は完成次第、前線に送られていった。全部で16両か17両の動車が生産された。フォード FTB は、ポーランドソビエト戦争の終盤に登場し、ブクラ川の戦い、ワルシャワ周辺の攻防、ウクライナのコベルの戦いなど、様々な戦闘で使用された。フォード T 型の車台を使ったおかげで、 高速度、機動性、整備や、修理のしやすさなどの利点を持ち、走行で重くなったとはいえ小型軽量のため、他の重い走行車に比べて、不正地や簡易な橋も走行が可能だった。フォード FTB はそれまでの走行車、例えば、オースチンプチロフ走行車に比べれば半分程度の大きさしかなく、全面投影面積が小さい分、被弾率も低かった。 とはいえ、車内はあまりに狭く、操縦手は深く鏡込む姿勢を強いられた。また、長距離の行軍中にはしばしばエンジンがオーバーヒート、したし、補強されたとはいえ、サスペンションスプリングは、過負荷状態だった。しかし、走行車は緊急かつ切実に必要とされており、利点は欠点を補った。なお、何両かの FTB は、オサ、無波、ボンク。 マルなどの子有名が走行版に記されていた。1921年、タンスキは改良型30両の製作を提案したが、戦争の終結により計画は放棄された。12両の FTB が戦争を生き残り、最後の車両は1931年に退役した。ありがとうございます。